お待たせしました。再び単独千ヶ滝駅へとなります。保護所選挙は四季を通じて目に鮮やかな風景を楽しめる観光地です。春はツツジ、桜に始まり、夏は森林浴、秋はモミジ、冬には水晶のように透き通った山々の雪景色など、四季折々に変化に富んだ小選挙です。進行方向前方に荒川ダムがございますが、このダムは旧川久保村31棟を湖底に沈め、昭和59年に完成いたしました。その目的としまして、甲府市民の飲料水確保と洪水調節を主とし、また野猿谷、板敷渓谷など屋上選挙観光の起点として大きな役割を果たしております。駐車場前を流れております荒川は、奥秩父の金峰山に源を発し、昇仙峡を通り富士川に注いでおります。春の解禁にはイワナ、ヤマメなどを釣ることができ、水面の下船をとどろかせるのでございます。今日ではこうしてグリーンラインを車で通り簡単に行き来できますが、この美しい渓谷を切り開いた先駆者長田円右衛門は、天保6年から10か年の歳月をかけ、若き青春の地をこの小説教開発に注いだのでございます。まもなく千ヶ滝駅到着です。売店ではロープウェイオリジナルの紫水晶ストラップが、この季節限定メーカー月のしずくなども販売しております。本日は小説教ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。オールインサイはゴンドラが揺れますので、お足元に十分お気をつけくださいませ。